ユから23日本代表は現地時間26日、27日のグループリーグ第2節、マリ戦に向けた練習を行い、バックアップメンバー4人を含めた21人が参加した。取材陣には冒頭15分間のみ公開、24日の第1節、パラグアイ戦で負傷交代していた FW 平川ユブリストル、C、 は練習に現れなかった。パラグアイ戦で先発した平川は前半23分に相手選手に右足首を踏まれ、倒れ込んだ。痛みの中でプレー続行したものの、約10分後に再び座り込み、自らの判断で途中交代となった。試合後はサポーターに挨拶し、取材陣にも応対。その段階でも痛みを訴えてはいたが、 自らの足で歩いていた。今回のルールでは、毎試合6時間前までバックアップメンバー4人との入れ替えが可能。入れ替えた選手が復調した場合、改めて登録メンバー18人に戻ることができる。第1説、パラグアイ戦で5-0と勝利した U から23日本代表は、第2説、マリ戦で勝利すれば準々決勝進出が決まる。